港内筑大駅は、徳島県三好市川町、西井川にある四国旅客鉄道の駅である。土産線を所属線とし、徳島線を加えた2路線が乗り入れている。線路名称上は当駅が、徳島線の起点であるが、徳島線の列車はすべて土産線経由で、阿波池田駅まで乗り入れる。駅番号は、土産線が D21、徳島線が B24 である。 島式一面二線のホームを持つ地上駅。駅舎側一番線が土産線上下本線で一線スルーと徳島線上下副本線。二番線が徳島線上下本線と土産線上下副本線。駅舎は平家建てで、ホームとは古線橋で結ばれている。駅前広場は特になく、駅舎は直接道路に接している。簡易委託駅で、駅前の商店で、 近距離ギップを販売していたが、現在は中止されている。トイレは閉鎖されている。通常、土産線方面に出入りする列車は1番乗り場、徳島線方面に出入りする列車は2番乗り場を優先して使用するが、行き違い時にはこの限りではない。1日平均乗車人員は、下記の通り。特急列車同士、特急列車から、普通列車、普通列車から、特急列車に、 乗り換えで、土産線琴平駅方面徳島線、徳島駅方面間を利用する場合は、分岐駅通過の特例で当駅阿波池田駅間を往復できる。ありがとうございます。